にちは、かわいきものチャンネルです。今日もまた新しい帯結びを紹介します。今日はアコーディオンひだをたくさん使った帯結びです。それではご覧ください。はい、はじめにタレです。タレをくっと上に持ち上げて、ここで三つ山ひだを作ります。はい、そしたらこの一番背中についているゴムを取って入れます。はい、ここ綺麗な三つ山ができる、残るようにして三つ山ひだを取ってください。これで一つ完成です。で、次はこちらにもう一つ羽を作ります。これも同じ長さぐらいに合わせて三つ山ひだを取ります。はい、作ったら次は真ん中の三重仮紐を取って入れます。はい、これで綺麗な羽が2つ出来上がりました。そしたらこのタレの残りですね、タレの残りでアコーディオンひだを作っていきたいと思います。こっちに置いた方がいいな。はい、アコーディオンひだはこのように蛇腹に折っていきます。はい、なるべくたくさん折りたいのでこのギリギリまで折って、これをですね左にクッと、でこの左の羽の同じゴムのところに入れます。はい、今このような形になってます。で、この下にですね枕を当てていきたいと思います。はい、枕に帯揚げをかけます。かけたらですね、この羽も一緒に持ち上げるようにこの下でグッと上に上げます。で、前で仮結びをします。はい、枕をつけたら次はこの手を取ります。手でですね、またアコーディオンひだを作ります。はい、このようにこれぐらいですね、手の長さでですねできるアコーディオンひだの数は決まってきますけれども、この手の長さを見て決めてください。で、次はですね、先ほどこう入れましたが、次は右の肩ですね。右の肩の方にこのようにします。で、右の羽を入れた三重仮紐と同じ紐にですね、同じゴムに入れていきます。はい、今こういう感じです。そしたら帯締めをしていきたいと思います。はい、こちらですね、この輪の中に入れて、ここアコーディオンひだがせっかく出てますので、このひだは綺麗に残して、残りをですねグッと中に入れ込んで前で仮結びしてください。はい、そうしましたら今からゴムが見えないように綺麗に羽を整えていきたいと思います。いかがでしょうか。完成になります。振袖の帯結びはひだがたくさんある方がゴージャスに出来上がるので、皆さんもこの動画を参考にしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。